はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日も YouTube のことについてちょっとお話ししようかと思います。儲かる YouTube と儲からない YouTube の一番最初の第一歩の違いは何だと思いますかってことなんですけども、これはですね、明確な答えがあって、それはですね、日記のように自分の日常生活をただ上げてるだけ、もう編集も工夫も何にもない、山もない、落ちもない、そういうものを上げてるだけの人と、それからですね、戦略的に商品を販売しようとか問題解決をしようと思って意図的にですね、視聴者さんのことを意識して作っている YouTube ってあるわけなんですよ。これブログの時代に例えてみると、ブログって日記みたいに書く人いるわけですよね。でも普通の人の普通に書いてる日記って誰も興味ないんですよ。普通の人こそ専門的なことを、問題解決を搭載したものをブログとして書いていかないと、やっぱり見てくれないわけなんですよね。でも多くの方はやっぱ日常生活をブログに書いちゃってたんですよ、日記のようです。でも芸能人の方っていうのは、芸能人のその普段の姿っていうのが多くの方見たいわけですよね。だから芸能人の方が普段の生活を書くのは、これはすごく人気になるわけですよ。でも普通の人の普通の生活ってあんまり興味ないんですよね。それを芸能人の方が書いてるブログのように真似しちゃうというね、日記ブログみたいなのが、やってもやっても結果が出ないってことになっちゃいます。同じようにですね、YouTuber として有名な方とか芸能人が YouTube に入ってきた例っていうのは、やっぱりね、日常生活が見えるから面白かったり、芸能人の意外な一面が見えるから面白かったりするんですよね。でも普通の人の意外な一面って別にないわけなんですよ。普通の人はあくまでも誰だこれみたいな感じなんですよね。そればかりか、私たちは普通の人が意外な専門性を持ってるところに興味を持って面白いなって感じるわけなんですよ。で、 YouTube を作る時もブログと同じように、自分の専門性とか、ある一つの問題解決を一つの動画に、3分とか5分の動画に搭載するっていう形、これを取っていかないと、なかなかですね、見に来てくれる方が多くならないってことになります。で、今回のこの動画もブログと YouTube ってものを比較してですね、どんな YouTube が人気になるのか、どんな YouTube はあんまり人に見られないのか、再生回数が上がらないのかということをお話して、一つの問題解決にしてるわけなんですよね。はい、その他ですね、補足するとしたら、YouTube Japan、YouTube を運営する会社の方の立場に立ってみましょう。サーバーを貸し出して、サポートやメンテナンスを無料でして、そして収益を上げていない、そんな YouTube を応援するかどうか。でも、かたやですね、YouTube で広告をどんどん出してくれて、YouTube でどんどんその広告から収益を上げてくれる、要するに YouTube の運営費を出してくれる YouTube を応援するのかってことになってきます。どちらだと思いますか？今回も何かね、皆さんの役に立てば幸いでございます。それでは以上でございます。失礼します。